無職、家を買うってやばくなっちゃう。超ネタになりそう。鬼妻チャンネル、鬼妻。まだ11月上旬ですけど、雪が降りました。北海道は11月に必ず1回は雪が降るんですよね。これじゃべちゃべちゃになるね。雪がしっかりと積もるまではこんな風にべちゃべちゃな雪なので、長靴じゃないと靴が濡れます。食べることが大好きな娘は雪もたくさん食べちゃってます。娘は絶賛イヤイヤ期中なので、こういう集中している時に邪魔をすると大暴れします。おむつは安いやつと普通のやつをブレンドして購入してます。あ、寒い。でもあったかい。家はあったけえな。一体全体何人家族なんでしょうか。すごく謎だったんですけれども、スーパーでお菓子を渡してくれた優しいお兄さんがいました。最近すごい部屋が狭いって、しきりに流暢に。いや、え、広いじゃん。狭いんだって。一軒家がになって広い家がなんだって。一軒家？なんでそんなこと言うんだろう。え、ぴったりじゃないって。何が？え、もっと広い家がない。一軒家がぴったりじゃない。難しいっすね、今はね。なんて言ってもね、引っ越せないからね。うちらも2人とも 無職なので、どうやって行きやすいんですか。無職、家を買うってやばくなっちゃう。超ネタになりそう。鬼妻さんはシンプルにお気楽な人なんだなと思いました。家買ったら超すごくなる。ね、パパ超すごくない、それ。みんなの夢や希望を叶えるようなもんじゃん。無職で買ったら無理なもん無理です。パパは何て言ったの。無理だよって、無職だからって。厳しいわ。そうだね。子供って正直で可愛いんですけど、たまにグサッと刺さるようなこと言ってくれますよね。美味しい。最近なんかむせる。
すごい靴の量ですね。もう北海道は冬靴にね変えないといけないので、もう11月で雪降っちゃってる。一回溶けるけど必ず雪降るというので想定して靴を変えます。基本的に3月ぐらいまあ4月、本当はゴールデンウィーク前ぐらいまでは雪が降るので、冬靴が一番使う機会長いかな。頑張ってますね。冬靴がたくさんありますね。特にリュウトはおばあちゃん、じいちゃんばあちゃんからいっぱい買ってもらってるから。寒くなると脂肪をつけたくなるせいか、やたらと小腹が空くんですよね。はい。マジで？全然履いてないじゃんこれ。おじいちゃんおばあちゃんから靴をたくさん買ってもらってるけど、すぐ足がでかくなっちゃうので全然履けずイライラしちゃってます。もう履けない靴それ。あ、いや、あの、うん、そう一回靴下一個だけなし。はい、ありがとう。子どもの成長的には足が大きくなるってすっごい素晴らしいことなんですけど、親の思いとしてはギリギリのギリギリまで靴を履いてほしい、そんな思いが描写されています。あ、でも履かせてみよう。意外とさ、うん、なんかリュウちゃんのきついっていうのなんか若干ちょっとよくわかんない。フェイクニュースの時あるか。このようにクーラーボックスを踏み台にして、私のぐっちゃぐちゃになってるクローゼットの中に靴をしまい込んでいます。ヨンちゃん、ママの触んないよ、そこ見てるからやめなさいって言って、そしたらツムツムでいいよ。同じ、あ、カムちゃんの方がヨンちゃんの目がいいかなと思って。おいしいバター醤油、うん、おいしい、これおいしい、これ、バター醤油。バターと醤油ってなんでこんなに合うんだろう。あまりの美味しさに半分以上を食べてしまいました。その勢い余って息子の残りの朝食も食べてしまいました。ふわふわになるのを想像していましたが、見事にシワシワでした。残念。そしてこちらは小学生の頃から愛用している着る毛布となっております。なぜだか分かりませんが、いつも旦那に小バカにされています。履けるやつまだ、これ履ける夏さ、うん、それと黒しか。そっか、今日はパパ機敏に動いてくれてる、不思議だけど。こちら冬靴と夏靴がブレンドされております。もうやばいな、靴置きみたいになっちゃってる。めったに見ることができない嫁と旦那の愛の共同作業となっております。
基本的には気分が乗った時しか掃除機はかけません。なので月に3回ぐらいかな。日常生活感満載すぎて編集した時は気づけませんでした。よーく見ると旦那が一人、そしてまたの間に娘がいました。誕生日の日の次の日のケーキってとっても美味しいですよね。娘も同じ気持ちなんだろうな、きっと。旦那は減量中のため一人でオリジナルの食事を作ったりしてます。そして人のを食べたがるじゃん。さっきまで食べたくなかったじゃん。なんだろうね、よくわかんないわ。結局同じ仕組みなんだけどね、形が違う感じ。食べる、なんか人の食べたがるよね。やべ、七味だ。いいじゃん七味でも。七味と一味どう違うんでしょうか。よくわかりませんが、よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。コメントも気軽によろしくね。じゃあね、バイバーイ。